皆さん、こんにちは。青山ワインベースの吉原です。今回なんですけれども、地下の方で動画を撮っているので、ちょっと石造りな感じと、あと、結構動画暗いよって言われたんで、ちょっとライトを当てて、こう、お話ししてるんで、ちょっと、まあ、不思議な光の当たり方だと思うんですけれども、今回多分光結構こう当ててるんで、ワインの色合いとかも見やすいと思うんですけど、今回、ワインの劣化についてお話ししていきたいんですけれども、プロの方とかでも劣化とかってなかなか古いワインを扱ってなかったりとかすると、知らなかったりとか出会えなかったりとかするんですけど、そういうのはこういう動画で伝えていけたらいいなと思うんですけど、ブショ年については前回ちょっとお話ししたので、今回劣化ですね、ワインの劣化、熱劣化、酸化っていうのをお話ししていきたいなと思うんですけれども、簡単にその酸化っていうのを言いますと、甘みが、酸味よりも、やたらとワインが甘いんですね。その甘口ワインみたいな甘みじゃなくて、ああいうちょっとねっとりとした甘みじゃなくて、もうベタベタベタっと舌に残って、こう、飲んだ時に突き抜けるような、こう、甘みですね。もう、それが酸化っていうんですけど、俗に言えば乱塩っていう言葉を結構使うとわかるかもしれないんですけど、マデイラとかって酸化させながら作るので、その乱塩のニュアンスがすごくあるんですけれども、ワインにその乱塩のニュアンスがあると、それは欠陥になってしまうので、ダメなワインなんで、そのお客様にお出ししてほしくないんですけど、でもこの酸化っていうのは、古いワインには結構あり得ることなんで、実際その、これは嫌だとか、これ飲めないとかいうのは結構人によりますね。このワインもちょっと出さなかったんですけど、お客様にテイスティングしていただいて、全然美味しいじゃんっていう方もいらっしゃいますし、うわぁ、ちょっとこれはダメだよっていう人とかもいますし、結構いろんな方がいるんで、酸化にまあ寛容なことも、方もいらっしゃいますし、逆に酸化したワインが好きな方とかもいらっしゃいますね。酸化するとちょっとワインがやっぱ酸味が落ちて甘みが出るんですね。で、マデイラみたいな独特の香りが出るんですけど、シェリー、アモンテラードみたいな香りがあるんですけど、アメリカのワインとか結構やっぱりあったかいところなんで、果熟して作られて甘みがあって、アルコール度数がしっかりしてるんで、結構アメリカのワインとかお好きな方とかは、白のちょっと酸化したワインとかそういうのが全然飲めたりとかするんですけど、今回はこちらですね、見えますか？ガイアですね、バルバレスコ、1970年。1970年、イタリアのピエモンテっていうと、すごくいい年なんですよね。70年、71年って何回か飲んだことあるんですけど、このボトルが完璧な状態のワインだったらめちゃくちゃ美味しいはずなんですけど、今回そのダメージボトル、これ多分熱劣化っていう、多分あったかいとことかに長く保存されてたのかな、状態がちょっと悪いので、マデイラみたいな香りが出てしまっているんですけど、そういう香りやっぱりすると、ワインとしてお客様にお出ししてはいけないなと思うんですけれども、はい。見えますかね？ま、これはちょっと下の方なんで、そのワインが白濁してしまっているんですけれども、透明な、まあ、色合いだとちょっと仮定してお話ししていきたいなと思うんですけれども、まあ、ちょっとこれ、檻が混じっちゃってるんでね、白濁してるだけなんですけど、このワインを最初テイスティングした時に、もう色味が、ワインの色味が抜けちゃって、真っ白になっちゃってたんで、白ワイン間違えてあげたかなと思うくらい白かったんで、まあ、それはもうダメなワインだなと思ったんですけど、やっぱりそのワインって熟成していくに従って、苦味ですね、タンニンの、力強さが抜けていって、水に近くなっていくんですね。その柔らかく繊細になっていって、最後やっぱ水に戻るみたいな感じなんですけど、古いワインにやっぱなればなるほど、まあ、ワインという、もうそのアルコールがすごい強いとか、ワインだっていうよりも、どちらかというと線が細くて水みたいな柔らかい感じになっていくと思うんですけれども、その分複雑味とか余韻の中でいろんな味わいが感じられるのが熟成したワインの良さになると思うんですけれども、はい。で、その酸化熟成してしまったワインっていうのは、一番に、乱塩香っていう熱が入った香りがしますね。もう、ワインとして、
ワインってやっぱり酸味がシャープで美しい飲み物だと思うんですけれども、もちろんそうじゃない品種とかもありますけど、ネビオロは、どちらかというと、まあ、酸味があって力強いタイプのワインなんですけれども、これもう完全に甘くなっちゃって、マデーラ、ポートワインみたいになっちゃってるんですよね。これ出しちゃダメですね。はい。ちょっとテイスティングしてみましょうか。もうあれですね。でもこういう飲み物だって言って出したら意外と飲めちゃうのかな。はい。もう本当に熱すごい入っちゃってますね。甘いですね。もう、こってりした甘みがあって。そうですね。酸味というよりは、無駄なって言い方、あれですけど、もう、やたらと変な甘みがあるみたいな感じになってしまってるんですけれども、これ、ね、なかなか口では説明しづらいんで、ちょっと動画だと分かりづらいと思うんですけれども、その乱視用っていう熱が当たったような、ダメージボトルとかがあったら、その酒屋さんとかに持ってったら交換してもらえる可能性とかもあるんで、皆さんそういうワインとかに当たってしまったら、ちょっとそのままレシートと持ってったら、新しいものに変えてもらえるかなとも思うんですけれども、結構ワインって一本一本同じ銘柄でもボトル差っていうのも存在するんで、結構ワインって繊細な飲み物で難しいなと思うんですけれども、だからそのワインをこう勉強する上で、教科書とかこう読むのはやっぱ大事だと思うんですけれども、ワインはたくさん飲むっていうのが多分一番の自分の経験値につながるなと思うので、これ劣化のワインとかも、もし、そのお店の方が部署に出ちゃったんですよとか、酸化したワインがちょっと出ちゃってねとか、おっしゃってたら、もしそのお店の方が行ってたら、ちょっと飲ませてくださいとか、行ったら結構勉強になると思うんで、青山ワインベースもたまに部署のワインとか置いてあったりとかするんで、ぜひぜひちょっと、この動画見て、部署のワイン飲んでみたいなっていう人とかいたら、まあ 100% いつもあるとは言えないんですけど、もし、ね、ある時とかが あるかもしれないんで、ちょっとまあ聞いてみたりとかしてみてください。で、今回の熱劣化についてお話ししたんですけど、まあ本当簡単にだからちょっとわかりづらいと思うんですけれども、その乱視用ですね、マディーラとかポートとかシリーみたいな独特の香りと甘みがあるような、要素をちょっとワインに感じてしまったら、そのワインは酸化ですね、熱劣化している可能性が高いです。はい。ワインもやっぱり好みあるんでね、酸化もこう許せる許せないあると思うんですけれども、一応酸化っていうのは血管ではあるので、あんまりこう出してほしくないなと思うんですけれども、はい。今回それがちょっとでも伝わったらまあいいなと思って動画を撮ってるんですけれども、古いワインにはやっぱりこうね、古くなってくると色々問題が出てくるんで、どういう風に保存されてたとか、どういう方がずっと持ってたとか、どういうね、場所にあったっていうのが結構重要になってきてしまうので、はい。まあ、その古いワインになればなるほど、状態っていうのがすごい大事な要素になってくるので、保存状態が良さそうな、ところからワインは買った方がいいと思いますね。で、自分のヴィンテージの古いワインとか買ってみて、変なところとかに置いてあったら、すっごい残念な誕生日会みたいになっちゃうんで、はい。うちはちゃんとしたセラーで保存されて、しっかりしたインポーターさんから買っているんで、ワインは完全な状態だと思うんですけれども、もちろんその中で劣化とか出てきたら必ず僕はお伝えしますので、はい。何かありましたらいろいろ聞いてみてください。はい。ね、これからまん延防止も明けますし、こう皆さんワインこう外にね、飲みに行きやすくなるのかなと思うんですけれども、ぜひぜひ、青山インベース遊び来てみてください。はい。では、参加分かったかちょっとあれですけど、じゃあ、今回こんな感じで、さよなら。